はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日は、この「アップデートする仏教」というタイトルの本をご紹介したいと思います。で、この本はですね、2013年の9月に発売されている本になります。で、中身としてはですね、私はたまに宗教について勉強してるんですけども、今回仏教について、勉強してみようと思って手に取ってたんですが、特性上というんですかね、その宗教というものは、なかなかこういった短い時間で簡単に語れるものではないですし、私自身もですね、ほとんど勉強し始めたばっかりのような状態なので、内容については細かいところは非常に難しい部分もあって、全てを理解することはできていないと思います。ですが、ざっくり言うとですね、このアップデートするっていう意味は、どういうことかっていうと、日本が古くから信仰をしてきている仏教っていうものを、この本の中では1.0というふうに言っていて、仏教1.0っていう言い方をしていて、それは、形式的なものというか、伝統的なものというか、そういうものを、仏教1.0というふうに言っていて、でそれに対して、この、著者の、藤田一生さんという方と山下良道さんという方はですね、お二人とも海外で修行をされた経験があります。で、この藤田あお二人ともですね、確かアメリカで、修行された経験があって、そういった過程の中で、今アメリカでヨガであったりとか、瞑想であったりっていうのが、少しブームになってるんですけれども、そういった、熱心な、信徒に触れて、で、彼らが、すごく熱心に取り組んでいる仏教っていうものを、仏教2.0というふうに表現をしています。で、それはどういうことかっていうと、その本来もともと大事にされてきていた、形式であったりとか、その仏教そのものが持つ本来の意味合いっていうものを、薄めて、それをなくして、ある、解なんていうんですかね、ある基準を設けてですね、その基準、例えばレベル1、レベル2、レベル3といったように、そのレベルを着実にクリアしていくことによって、より実践的にっていうんですかね、自分の、修行の内容を高めていくと、そういった内容を、仏教2.0というふうにこの方々は捉えています。で、それぞれのですね、良さと悪さっていうものを、お二人もともとは、日本の、何宗だったかな、曹洞宗ですね、曹洞宗から、歩みを始められたそうなんですけれども、そこからアメリカであったりとか、山下さんは確かミャンマーの、仏教、チベット仏教も確か、勉強されてですね、そういった過程を経て、それぞれの良さ悪さ、日本の旧来の仏教の良さ悪さ、またアメリカ等で、新しく起こっている、仏教に対しての捉え方の悪さ良さっていうものを、見つめて、そこからですね、さらにそのアップデートした形として仏教3.0というものが、これから、考えられるんじゃないかと。で、それこそが、その本来仏教が、求めるべき、その形式的な要素と実践的な要素っていうのを、より、正しく、バランスさせながら持つような、それが仏教3.0なんじゃないかということを、全体としては語っていたように思います。で、ちょっと今、長々その全体の概要についてお話をしたんですけれども、やっぱりその各論はですね、非常に難しい内容が多いですので、その仏教について、全く興味がない、全く知識がないっていう状態だと、結構読むのは難しいんですけれども、個人的にはですね、これ分かるなっていう内容だったりとか、全くピンとこないなっていう内容が、繰り返し、来ながらですね、全体として、その何をこの2人がこの中で言いたかったかっていうことは、なんとなく分かったのかなというような気はします。で、自分自身、そのアメリカで、ヨガをやってる人も、周りにはいますし、アメリカ人の考え方の特性とか、日本人の考え方の特性とか、また自分自身が、日本で見てきたその仏教とかお寺、檀家のか、取り組み方とかですね、そういったものを、総合して考えると、なんとなく分かったかなというような、内容でした。なんで、この各論についてはですね、本当に8割以上分かっていないと思いますので、また自分の中で、その仏教とは何か、またキリスト教とはイスラム教とはユダヤ教とは何かということを、深めて、理解を進めた後にですね、もう一度読み返してみると、また違った気づきがあるのかなというふうに思いました。はい、今日は以上です。